ドリュー・グッテンこと、アンドリュー・メルビン・グッテン3世は、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身のバスケットボール選手。NBA のクリーブランド・キャバリアーズなどに所属していた。ポジションは、パワーフォワード。身長208センチメートル、体重113キログラム。エルセリート高校時代、チームの中心選手として活躍。1999年、 カリフォルニア・インタースカラスティック・フェデレーション・ボーイズ・ディビジョン3の決勝試合に進出するも、デショーン・スティーブンソン率いるワシントン・ユニオン高校に敗北を起死した。大学はカンザス大学に進学。NCWA トーナメントで活躍するなど、ドラフトの注目選手になった。大学3年生終了後、NBA ドラフトにアーリー・エントリーを宣言した。 2002年の NBA ドラフトでメンフィスグリーズリーズから一巡目4位で指名を受けて入団した。ルーキーイヤーの2002から03シーズン、主にベンチからの出場だったものの、時に先発出場で起用されるなど、新人フォワードにしては上々の成績を残していた。ところがシーズン途中、トレードでオーランドマジックへ移籍した。11月の最優秀月間新人選手賞を、 受賞し、さらには、オールウルーキーファーストチームにも選出されている。2003から04シーズン、マジックは、デンバーナゲッツから、ジュアン・ハワードを獲得。グッテンとポジションが被っていたため、全年度高成績を残していたものの、シーズンの大半を、ベンチからの出場となってしまった。チームは、連敗を重ねるなどして低迷。21勝61敗という不名誉な記録を、 打ち立て、チーム再建を迫られることになった。2004年7月、トニー・バティット二巡目指名権とのトレードによって、アンダーソン・バレジャーをスティーブン・ハンターらと共に、クリーブランド・キャバリアーズに移籍した。2004から05シーズンは先発出場に定着。すでにチームのエースであったレブロン・ジェームズを支える、形で活躍。プレーオフには届かなかったが、 チームトップの平均9点にリバウンドを記録した。平均得点も前年を上回り、さらにはフリースロー成功率は810の高成績を残した。2005から06シーズンも前年同様に先発出場を続けた。チームはレベルアップして勝率も上昇し6年ぶりのプレイオフ出場を果たした。クテン自身は2003年のマジック時代以来3年ぶりの 出場となった。チームはカンファレンスセミファイナルでデトロイトピストンズに赤敗を喫した。2006から2007シーズンのプレイオフではカンファレンスファイナルでピストンズとの激闘を制し、クッテン自身、そしてキャバリアーズのフランチャイズ史上初となる NBA ファイナルに進出。レブロンをはじめとする他のチームメートが実力を破発揮できず苦戦する中、 グッテンはファイナルでも安定した得点とリバウンド数を稼ぎ出したが、チームは経験豊富なサンアントニオスパーズに4戦全敗で敗れた。トレードデッドラインの2008年2月21日、3チーム11人が絡む大型トレードにて、クリーブランドキャバリアーズからシカゴブルズへラリー・ヒューズらと移籍した。2009年2月に、 またもやトレードで、アンドレスの塩ニラと共にサクラメントキングスへ移籍した。キングスでは1試合プレイした後に、バイアウトで解雇され、その後サンアントニオスパーズと契約し、残りシーズンを過ごした。2008から09シーズン後、ダラス・マーベリックスへ移籍するも、2010年2月13日、ジョシュ・ハワードらと共に、カロン・バトラー、ブレンダン・ヘイウッドと交換トレードで、一度は、 ワシントン・ウィザーズへ移籍。しかし、わずか4日後の2月17日に、クリーブランド・キャバリアーズ、ロサンゼルス・クリッパーズが絡む、三角トレードで、グッデンは、ロサンゼルス・クリッパーズへ移籍した。2009から10シーズン終了後、FA となり、ミルウォーキー・バックスへ移籍。2013年7月16日、バックスにアムネスティ条項を行使され、放出された。 2014年2月26日、ワシントン・ウィザーズと契約。2015から16シーズン終了後解雇された。大きな怪我なくシーズンを過ごし、ルーキーイヤー以来、毎年のように安定した成績を残しており、30分に満たない出場ながら10得点10リバウンドを計算できる選手。ローポストには特に強く、リバウンドを量産する。また近年は、 オフェンスリバウンドの個数が増え、ジャンプシュートの精度も向上させており、フィールドボール成功率も高確率になるなど、オフェンシブな一面も覗かせている。状況に応じて、センターを守ることもある。反面、突出したスキル、成績を残さないため、チームに絶対的に必要なポジションにつきにくくどのチームにでも、一定の評価を受けることにより、トレード要因になりやすい。そのため、 トラブルメーカーでもないのに遺跡を繰り返している。ありがとうございます。